最近ね、うん、筋膜リリースにハマってるのよ。筋膜リリースって聞いたことあるよ。ある。なんかゴリ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 するやつなんだけど、あの別名フォームローラーって言うんだけどね。フォームローラー、そう、女イコール同じ筋膜リリースゴリゴリローラーそんな感じだね。それでゴリゴリローラーにハマってて、うんうんうん、空き時間に足ゴリゴリしたとか、うん、背中ゴリゴリしたりして、うん、え、背中もできんのか。そう、ちょっと痛いけどね、それで、うん、あの凝りを取ったり疲れを取ったりしてるんだけど、うんうん、昨日の夜、うん、それをね、うん、やってたのよ、うん、でちょっと肩やってみたいなと思って、うん、肩甲骨のところに挟んで、うんうんうん、ゴリ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 やってて、うん、あ、気持ちいいじゃん、うん、でちょっと時間もったいないからドライヤーやりながらやろうと思って、お風呂出てドライヤーを刺してさ、うん、コンセント、うん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 、横にな寝転がりながら、うん、フォームローラーで筋膜リリースしながらドライヤーをかけるってことやってたのよ。そう、寝てるよね。うん、寝てる。だから寝ながらドライヤーしてたの。そう。で、もう下にまずバスタオルを引かないとさ、下がビチビチになっちゃうわけよ。ビチビチだよもう。バスタオル引いて、うん、筋膜リリースローラーに乗った上で、うん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 、ドライヤーをね、揺れてたもんね。揺れながらね、うん、やってたの。で、あ、これいいじゃんと思って最初やってたんだけど。うん、途中でさ、私髪の毛長いから、うん、そのゴリゴリローラーの中に、いやー、下にね、髪の毛が入ってブチュブチュブチュって、あー私も長いからたまにだって自分が寝返り打った時に引っかかんのでも痛いのにさ、うん、それでね、うん、昨日数本髪の毛を失ったっていう。あ、犠牲になったんですね。犠牲になりました。体のコリをほぐすとともに、うん、結ぶ結ぶ、つながるつながる、輝き輝き、ラブライブスーパースター、リエラ東京 FM、 What a Wonderful Radio。 東京 FM What a Wonderful Radio、 私たちリエラの What a Wonderful Dream をお届けしています。ということで、ラブライブスーパースター、私立結ヶ丘女子高等学校スクールアイドル、リエラ葉月恋役の青山渚です。こんばんは。同じく嵐里役の美咲奈子です。こんばんは。さてさて、はい、番組開始から1ヶ月が経ちました。早いですね。早いですね。ハッシュタグはなこなぎラジオ、うん、ひらがなでなこなぎ、そしてカタカナでラジオです。そしてね、はい、なこちゃん、どうしたの、聞いてくださいよ。どうしたの、番組の初回に、うんうんうん、とあるものを募集したじゃないですか。結構いろんなの募集したよね確かね一番最初かな、一番
最初、うん、皆さんにこれあのぜひなんか感想を送ってくださいみたいな感じで言った曲のやつ。そうです。おーおーおー、はい、私たちリエラの楽曲スタートトゥルードリームスの感想だったり、あとは歌詞の深読みなどね、うん、自由に考えた考察など送ってくださいと皆さんにお願いしたところ、はい、本当に本当にたくさんのメールが届きました。いや嬉しい、ありがとうございます。ありがてー。もうねハッシュタグなこなぎラジオでね、うん、皆さんたくさんつぶやいてくださっているんですけどもね、はい、メールの方もありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、今回はいただいたメールをご紹介しつつ、スタートトゥルードリームスという曲についてさらに深く深く考えていきたいと思います。では早速私からメール紹介していきたいと思います、はい、東京都のラジオネームゆりかさんからいただきました、私はスタートトゥルードリームスで特に好きな振り付け部分があります。それはなぎちゃんのスタートラインに立ったらの直前の部分、トゥルトゥルルルンのとこ音トゥルトゥルルルンっていう音のところのなこちゃん、なこちゃんの踊り方です。はい、他の皆さんの踊り方ももちろん素敵なのですが、あのなこちゃんの腰の動かし方がとにかくもう本当にかっこよくてすっごく好きなんです。ちゃんと伝わりましたでしょうか。涙ありがとうございます。ちゃんと伝わっております。わかる。ちょうどスタートラインに立ったらってみんながスタートラインに立ってるポーズする前のしゃがむ前のやつでしょ。そうだね、くるっと一回転するところだね。これね、あの、うん、なこちゃんは特に腰を斜めになんか8の字書いてるようなさ、うん、感じでくるっ、く、なんていうの、くねっとしてからさ回るじゃない。そうなの。そうなのよ。そうよ。そうなんだ。イエス。そこがねすごい綺麗で、やだ、ありがとう。おしゃれな回り方、なんていうの、それこそ、うん、その衣装が綺麗にふわっと回る、回った時に見えるような回り方してて、私もここめっちゃ好き。ウレティ、私も結構ね、うん、衣装のひらひら感が伝わるように、うん、衣装によってちょっと踊り方を変えていて、あ、わかる。伝わった。よかった、嬉しい。よかったでございます。私はその言ってたラギオのスタートラインに立ったらで、うん、スススって一人横にみんなと違う動線で進んでいくところがすごい好きで、あら嬉しいわね。ちょっと裏話をすると、うん、あそこの腕にぶつからないように私がちょっとしゃがむ時間を長くしているっていうのがありますね、うんうん、私も手を後ろに絶対にやっちゃダメだって思いながらねいつもやってるよね難しい。ここの振り付けとかライブで見たことないよっていう方はぜひ見ていただきたいですよ ね。 そうね、口で説明するのも難しいできるんですけども、見た方が早いという感じですね。ここかってなるし、うん、配信で参加してくださる方でもそこをきっと映してくださると思いますお願いします。信じましょう信じましょう、はい、そっか、振り付けもあるの。そうだよね、歌詞だけでもないもんね。ありがとうございます。続いて、はい、神奈川県のラジオネーム浦さんからいただきました、はい、スタートトゥルードリームスは劇中のリエラメンバーを描いた曲であると同時に、これまでラブライブシリーズを見て夢を抱いてきたキャストを体現する曲でもあると思います、うん、ミューズ、アクア、虹ヶ崎という3シリーズにわたって夢を叶える過程を見せてくれたラブライブ、うんうん、これらの作品を見て大好きの気持ちを膨らませてきたリエラキャストがオーディションを通して出会い、先輩たちのような大きな輝きを自分たちが掴むんだと、これまで秘めていた憧れを本当の夢として掲げ走り始める様子が描かれているのではないでしょうか、うんうんうん、スーパースターを目指して全力でかけていくリエラと共にこれからも夢を追いかけていきたいですといただきました。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、あのもちろんね、うん、リエラのキャストとメンバー、うんうん、どっちもさみんなで頑張って二人三脚でね、うん、頑張ってるんですけども、うん、確かにキャストもオーディション受けて、うんうん、私だったら葉月恋ちゃんとしてどうやって表現しようかなとかいろいろ考えてやったっていうのもあるし、うん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 、それ以前にラブライブシリーズに関われているっていうのがもう幸せですねいやー本当にそれをつかみ取るっていうのも、うん、夢をつかみ取るってさ言葉ではすごい簡単かもしれないけどめちゃめちゃ難しいわけじゃん、うん、本当に小さい夢から大きい夢までいろいろあって、うん、そこに向かって一歩進むのだけでも難しいのに、うんうん、それをこうつかみ取れた自分もみんなもなんかもうすごいよく頑張ったねってめっちゃ褒めたいと同時に、うん、この夢に向かう気持ちみたいなものの大切さとか向かい方みたいなものを今度は私たちが、うん、
このオープニングだったりとかいろんな曲を通して皆さんに伝えていきたいなってすごく思えているので、うん、一緒になんか夢を追いかけていきたいですって言ってくださってるのがめちゃんこ嬉しくて嬉しいね本当にそう応援してくださるの本当に嬉しいです、うんうんうん、それでは続いていきたいと思います、はい、神奈川県のラジオネーム猫サブレさんからいただきました。スタートトゥルードリームスとワットアワンダフルドリームは2曲でセットになっていると思います、うん、スタドリの歌詞はやりたいことがあるってさ毎日楽しいね夢と夢が惹かれ合って始まるよと夢を見つけたばかりのワクワクを歌っています、うん、そしてワンドリの歌詞はワンドリって言うんだワンドリの歌詞はやりたいことがどんどん増えるね夢が夢を呼ぶよ無限に広がるとそこから一歩成長した歌詞になっていてテレビアニメ一期を経たリエラ5人の成長を感じます、うん、曲名もスタドリはドリームスと複数形なのに対してワンドリは単数形、うん、一期は5人がそれぞれの夢を叶えた私を叶える物語でしたが12話でラブライブ優勝という共通の夢が生まれ一つの夢をみんなで叶える物語が始まったことを表していると感じましたといただきました。すごいうわ頭のいい考察ですね頭のいい方ですねすごい猫サブレさんお確かに曲で What a Wonderful Dream ってさ、うん、テレビアニメ1期を経ってその2期に向かうまでの、うん、その後の成長じゃないけどつながるような曲ですとかって私たちも口では言ってるけど、うん、そういう曲だと思うけどこうして言葉にして綴ってくださるとめちゃめちゃ分かりやすいねそうだねいや、うん、ドリームとドリームスの違いまで私考えたことなかったわいやほんまや初めて気づいたすごっ What a Wonderful Dream 私なんて素晴らしい夢たちとかじゃないんだね夢あそっかここでバラバラある種バラバラだった5人が揃ってリエラになって、うん、一つの目標に向かって2期に向かっていくっていうことだもんなそうだね多分このさドリーム一つになったところにさ、うん、きっと応援してくださる皆さんもさ、うん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 、含まれてるんじゃないみんなで同じ方向を向いてるっていうのがいいよねいいねなんか本当にみんなで叶える物語が、うん本当この歌詞の通りで夢が夢を呼ぶとか夢と夢が惹かれ合ってるとかまたここから始まっていくっていうのがもう何みんな歌詞もう一回見ようそうだねねちょっともう全部最初から見直したくなっちゃうねこれでまたこの曲とこの曲はちょっと似てると思いますとかつながってると思いますっていうまた新しい発見があるかもしれないからねめちゃめちゃありますよこれはえいいなありがとうございますありがとうございますということでいろいろなね意見が飛び交いましたが、うん、ここで改めてスタートトゥルドリームスをお届けしましょうあきっと待ってたんだ出会いが僕らのスタート夢と夢が惹かれ合って始まるよ本当の願いに気づいたもう止まらない。今、心が駆け出すんだ。本当だ。そうだ。
りしたのはリエラでスタートトゥルードリームスでした。いやー最高でしたね。なんかさ改めてじっと歌詞見るとさ、こことここがかかってるんだとかさ、いろんななんかあのテレビアニメ思い出して、ああこの子がなんでここ歌ってるんだろうとかさ、そういうのも考えるじゃん。それをねまたこうやって改めて歌詞見て考えると面白いですね、曲の1番2番もそうです。他の曲と並べるってあんまりやったことなかったかもしれない。もう私も初めてやった。ちょっと比べたい、ね、あのさっきのドリームスとグリームの違いについてのお便り結構あったらしい。いやー皆さんすごいですね、たくさん考えてくれてありがとうございます。そしてリエラの曲の自由な解釈や考察などなど引き続き募集していきたいと思います。い次の課題曲は私のシンフォニーです。またいい曲来てもた。もう2曲目でこれ来ちゃいますか。いや私のシンフォニーなんか一人の心に届く曲そうねなって思ってて、だってなんかどんな状況でも結構当てはまりやすいというか、うん、そうなの、絶対こういう時あったなっていうのがね、キャストも言ってるもんね、オーディション思い出すって本当に、一番最初に聞いた時その歌詞カードもらった時に、オーディションのこと言ってるのかなって思ったわ。確かに、もう聞きたい、聞きたいね、聞きたい、ちゃんと皆さんの意見をね。はい、私のシンフォニーについてのメッセージは番組宛ての投稿フォームからぜひ送ってください。そしていつの間にかですね、はい、なこなきラジオで検索すると番組のホームページが出てくるようになりました。そんな、なんか生まれましたみたいな、あの伝説のねやつがちょっと消えちゃって、ね、公式になりました。ありがたき、ありがとうございます。はい、皆さんたくさんのメッセージをお待ちしております。 What the Wonderful Radio、 東京 FM What the Wonderful Radio、 リエラの青山渚と美咲奈子がお届けしています。ではここでメッセージを一通ご紹介します。お願いします。神奈川県のラジオネームソネップさんからいただきました。お二人は学生時代の部活がバレーボール部のオソロッチというお話を聞いたので、はい、元バレー部部員としてぜひお二人のバレーボール部トークを聞いてみたいです。バレーボール部トークとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。なこちゃんは中学の時ね。そう、中学の時にバレーボール部でした。うんうん、マギオは私は高校の時から高校ね、はい、うんうんうん、ということで後半はバレーボール部トークでございます。多分今急に皆さんびっくりしてるよね、嘘みたいな何事やって、はい、はい。元バレーボール部の青山渚と美咲なこがバレーボール部を語るということで、最初のお題はなぜバレーボール部に入ったのかです。なぜ、なぜ、あ、結構前の話だよね、なこちゃん特に。いや、ちゃんと覚えてるのよ。覚えてる、ちゃんと覚えてるんだけど、うんうん、そんな語れるもんじゃねえ、あの動機が不自由すぎて。おう、え、なんで入ったの。ちょっと先に話させていただきますと、はい、私お姉ちゃんがいまして、うんうん、お姉ちゃんの影響でラブライブ好きになったとか、うん、結構大好きなんですよお姉ちゃんが。おでバレーボール部も、うん、お姉ちゃんがいたからっていう。お姉ちゃん大好きだね。そう、同じ中学に行ったから、うん、で中学でバレーボール部に入ってて、うん、部活に私も中学になったら入るぞってなった時にもう迷わずにバレーボール部に、お理由はお姉ちゃんがいるから。はあ、運動は苦手です。いや、そんなことないでしょ、あなた運動神経いいわよ。めっちゃ苦手なんですよ。まあ、そんな感じなんですよ私が入った理由はね、うん、ちなみになぎおは、私ね、うん、きっかけは高校受験の時に席座ったりする時に先輩が案内してくださって、うんうんうん、そう、こっちですよ、お手洗いこっちですよとか教えてくれたのが、うんうんうん、バレーボール部の先輩だったの、うん、あらら。で気になってなんかすっごい礼儀正しくて、うん、何部なんですかって聞いたらバレーボール部です、うん、で次の人に聞いてもバレーボール部です、うん、バレー部一体どうなってんだと思ってそこで興味持って、うん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 、私本当は軽音楽部入ろうと思ってたの。似合うな。歌やりたくて。似合うわ。そうそう、うん、なんだけど、あ、バレー部めっちゃちゃんとしてるんだなって思って、その練習風景をね、うんうんうん、上からさ、体育館の上から見てて、あ、あるね、うん、そう、そしたらめちゃめちゃかっこよくて、それがきっかけで、うん、なんか礼儀もちゃんとしてて、練習もしっかりやって、うん、なんか結構学校の統括とかもね、うん、やるような部活だったから、うん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 、あ、このぐらいしっかりした厳しい部活入りたいなと思って、
一人で体育館のところ行ったら、うん、バレー部の顧問の先生が、うん、何してんのどうしたのって言ったから、うん、バレーボールやりたいですって言って入った。うわー、私がそのバレーボールに入りたいってことを先輩とかに、他のあの部活の先輩に言ったら、うん、絶対やめた方がいいよ、まず青春消えるからやめとけってめっちゃ言われるぐらい本当に厳しくて、青春が消える部活で私週3回読んで、うん、あの練習ありますよって言われて入ったんだけど、うん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 、結果週6か週7いやそれはそう、朝練あるし放課後もあるし、 それはね、あーなるほどね、そう、次行きましょうか、はい、バレーボールトーク続いてのお題はバレーボールある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 か、あるある、まずは、はい、あの私青山なぎさんが考えるあるある、あ、言っちゃっていいですか、お願いします、もう一本お願いします、です、あるあるだわこれ皆さんわかりますかね、あの、うん、これはなんか先生とかがレシーブをね、うん、レシーブ練の時にそう、レシーブ練習、ボールを受け止める練習をする時に、ボール投げてくれたのに対して打つんだけども、うん、あ、うまく帰らなかったとか、ちょっとずれちゃったって時に、うん、もう一本お願いしますって言うと、もう一回打ってくれる、後ろにどんどん人がさ、うん、並んで、あの、一回打ったら交代、一回打ったら交代ってなってくんだけど、うん、そこで、いや、もう一回チャレンジしようっていう、うん、この、でも後ろに人がいるし、みんなのことも考えなきゃ、いや、でもここでもう一本粘りたいみたいな、精神強さっていうんですかね。ここが試される部分でしたね。レシーブで行くと、私もちょっと一つ思い浮かべました。行きたいと思います。はい。私が考えるバレーボール部あるあるは、ワンマンレシーブ、しんどい。本当に嫌いだったあれ。あるある。コートの、学校によって違うかもしれないけど、コートの半分使って、先生が、ま、いわゆるセッターの位置に立つわけですよ。真ん中の前だね。そう。立って、ミートでひたすら打たれたり、めっちゃ前に行ってレシーブ行ったと思ったら、めっちゃ後ろに投げてきたりとか、うんうんうん、もう、それを延々。ずっと何分ぐらいやってたんだろうね。ずっと。私の部活は、そのワンマンレシーブの時に、うん、ワンマンって言ってみんながその位置に行くわけよ、はいはいはい、行ったらそのコートを取り囲むようにして、うん、みんながもう何頑張れ頑張れ、そう、合いの手みたいなのを始めるの、うん、それがもうトラウマで仕方なくていやしんどいねんこっちって思いながら、うんうん、うわー練習しんどかったね、ね、でもすごい体力もついたし精神的にも鍛えられる部活だったので、うん、おすすめです、おすすめです、おすすめですはい、以上バレーボールトークでした。東京 FM マッターワンダフルレディオ、私青山渚が担当する葉月蓮の微熱のワルツをお届けしながらのエンディングです。もうエンディングですか、早いでございます。いきなりこの曲でオシャンになるのなんなん、オシャン青山でございます最後だけはオシャン青山で頑張ります。頑張ってるそうです、はい、今回ですね、はい、課題曲私のシンフォニーについての、うん、皆さんなりの考察とかね、解釈の、スタートトゥルドリームスです。今日いただいたの、今日いただいたのがそれで、ね、今回募集するのが、私のシンフォニーですね、はい、お待ちしておりますので、ぜひどし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 、楽しみにしてます、皆さんよろしくお願いします、お願いします。そして、聞こえますか、聞こえますか、今あなたの心に直接語りかけています。5月27日と28日はビアーリーナ MM で MTV アンプラグドプレゼンツラブライブスーパースターリエラを開催いたします。チケットは現在オフィシャル3次選考受付中です。あなたは参加してくれますよね。もちろんです。まだ終わりませんよ。聞こえてますか、大丈夫ですか、はい、まだ続きますよ、はい、6月4日と5日は大阪城ホールで開催いたします。
ラブライブスーパースターリエラセカンドラブライブ What a Wonderful Dream with ゆいが丘ガールズバンドに参加するのです。皆さん参加するんですよ。はい、ゆいが丘女子高等学校軽音楽部と共にお届けするパフォーマンス見ないと、いや見ないと多分ね後悔します。参加してください。お願いします。そして What a Wonderful Radio の後夜9時半からは杉野陽介さんがお送りする今夜もオフトークです。ちなみに私たちのオフトークはスマホアプリオーディでも配信されます。今回のトークのお題は何？今回のトークのお題はおしゃんな特技といえば。おしゃんまたおしゃん来た。おしゃん特技です。おしゃんな特え、そんなおしゃれなもんな特技ってそんなあるもんじゃないでしょ。いや、ちょっと楽しみにしててください皆さん。はい、こちらはですねオーディでのトークのお題もリクエストありましたらぜひ投稿フォームありますので送ってください。みんなおしゃれって送らないでね。おしゃれ以外も欲しいよ。やめてね。ちなみにですね、あの私たちの手書きポスターのプレゼント応募は4月末をもって締め切ったんですよ。はい、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。めちゃめちゃ届いたみたいで、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。当選者の発表は発送をもって返させていただきますのでお楽しみに。それでは明日も What a Wonderful Day、 私たちとはまた来週火曜日の夜9時にお会いしましょう。リエラの青山渚と三崎奈子でした。トラットラインワークスプレゼンツザお仕事ラット、毎週月曜日夕方4時頃、あなたのお店や会社と中継をつなぎ、サービスや商品、働き方